ライラさん、カルアイリさん、こちらにどうぞ。こちらに座ってお待ちください。先生、お願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お名前は？タイラアイリと申します。タイラアイリさんね。はい。生年月日は？1984年12月12日です。昭和が、で言ってくれる？昭和59年。昭和59年の12月12日です。12月12日。男、女、女ですね。住所は？言いたくない。あ、東京です。あ、東京ね。はい、大雑把でいいですよ。電話番号は？電話番号は03ね。3617です。では言わなくていいですよ。LINE やってますか？LINE やってますか？やってます。じゃあ後で聞きますんでね。で、どんな症状ですか？ちょっと熱っぽくて体がだるいんです。体だるい、はい、ちょっと脈拝見。びっくりした。私は医者ですからね。ちょっと脈拝見ね。脈はそんな異常ないですね。ちょっと口開けてください。喉を拝見します。はい。ちょっと喉赤いですね。風邪かもしれませんね。ちょっと聴診器当てるんで上着脱いでください。え？いや、聴診器で見るんで洋服脱いでください。今ですか？え？今。これやっちゃうと聞こえなくなっちゃうんで。今ですか？先生の前でですか？私医者ですよ。ここ病院ですから。恥ずかしいことありませんからね。はいはいはい、じゃあ脱いでください。でも。え？でもね、一応、洋服の上から見れないんでね。恥ずかしい。たまにそういう方いるからね。じゃあ、分かった分かった。先生がもうな、先生も脱げば恥ずかしくないな。そういうもんだ。自分一人で裸になるのは恥ずかしいな。若い子もな。よし、寒いか。よしはい。いや、それも脱がないとね、じかに肌こう当てないとダメなんで、これは聴診器というのは。なんで？まだ恥ずかしい。本当に。先生も脱ごう。な、先生も脱いじゃねえよ。これ恥ずかしくない、私は。全然恥ずかしくない、私は。なんでさっき言ったでしょ、直に肌当てないと見れないんで、これ、はい、それも、先生ね、これも脱いちゃう。恥ずかしいけど。はい、もうね、大丈夫、ここは病院なんだから。はい。なんでそれじゃ見れないんだな。それ あと一枚だね。先生、これもうるさいか。これでだよ、もう何も恥ずかしいことでいいから。厚着だね。あとそれも脱いで、それ脱いで、最後一枚脱いで。
言われた。死ぬほど言うな。もういいです。別の病院行きます。アンディを見てけよ。もう脱げ、ほら。はい、こっちです、はい、モデルさんです。あ、モデルさん、はい、おはよう、おはよう、はい、よろしく。あ、いいね、かわいいね。かわいいです。いい、いい、ちょ、いいの、いいの。ちょっと脱いでみようか。はい、わかりました。違う、なんでアシスタントを脱ぐの。絡みがある。絡みねえよ。ねえよ、男優じゃねえんだよ。アシスタントなんだよ。俺のサポートする役なの。脱いでダメ。すいません、絶対脱ぐのよ、はい、頼むなよ、そして、はいはい、頼むよ、はい、じゃあ脱いで。もういいね、いいね、よし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 。いや、ほほじゃない、聞こえたな、モデルさんね。よし、じゃあ始めますよ。べし、いや、べしじゃなくて、いや、あの、露出上がって露出、露出、どうする、違う違う、脱ぐな、脱ぐな、脱ぐな、絶対脱ぐな。そうじゃなくて、あの、こうストロボで、あ、ストロボ、うん、光の感じを見ないといけないから。うん、わかりました、はいはいはい。それはもうちょっとちゃんと勉強してました。あ、できるね、はいはい、うん、こういう、OK、はいはい、はい、どうだった？露出 OK でした。 OK だった、 OK だった。あまり見ちゃダメだよ。え、モデルさん見ちゃダメだからね、はいはい、あんまりね。すいません、すいません、アシスタントだから。でし、いや、分かったから。でし、じゃあ、じゃあ撮りますよ。はいはいはい。じゃあちょっと顔こっちに向けて。あ、いいね、いいね。でし、よし、あ、いいよ、行きますよ。えい、あ、フィルムか、そうだ、よしよし、撮るから。フィルム、フィルム、フィルム撮ってきて、フィルム、はい、フィルム、タイフル、なんで回っちゃうわけ。いや、先生の前で撮ったら失礼かと思いましてね。ここなの、これ撮ってればいいでしょ。先生の前の走ったら撮ったら失礼だと思って。失礼じゃない、一回一回こうぐるっと回る必要ないんだよ。よしよし、もうよし、なんだよそのベシベシは。よし、いいよ、もう分かった分かった。じゃあ行きますよ、モデルさん、行きますね。はい、よし、あ、いいですね。よし、あ、いいですね。よし、あ、で、電話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 。はい、もしもし、はい、ちょっと待ってください。すいません、なんで回るの。だ、先生の前だったら失礼だと思います。失礼じゃないでしょう。たくもう、うん、もしもし、もしもし、切れてるよ。いや、ロバートでいいのか。でお前が一回一回回ってからいいんだよ、前通れよ。いいっすか、見てない。でし、でっしゃ、見ちゃダメだよ、そういうの。はい、はい、行きますよ、モデル、もうちょっと前、顔を見よう。カメラ目線できる。あ、いいよ、うん、カメラ目線で行こう。あ、いい、うん、カメラ目線で、いいね、はい、あ、もっと、もっとセクシーな感じで。セクシーな、ちょ、何やってんの。自前のカメラですか。自前のカメラ持ってきちゃダメでしょうが。いずれは一流のカメラマンになるかと思って。いや、そうだろうけど、今は違うの、アシスタント。よし、俺撮るなよ。見つめてるんだよ、お前が。すいません、すいません。もう、よし、ベシだな、やめろ、このベシベシは。よし、行きますよ、はい、よし、はい、OK、OK ですか。はい、お嬢ちゃん、はい、もういいよ、モデルさん、ありがとう。いい写真撮れた、すごい美しい。はい、お疲れ様でした。はい、はい、はい、お疲れ様でした。はい、来させて。はい、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 よし、じゃあこれフィルムちょっと、はい、出しといて。あ、そうですか、うん、はい、そうだよね、はい、はい、はい、よいしょ、よいしょ、何も売ってない。おい、おい、これでっこい出してダメでしょ。ベッシュじゃないよ、もう。ベッシュ、何なんだよ。すいません。いや、大丈夫ですよ。すいません、言ってんじゃねえよ、この野郎。
え、どうする言うんじゃねえよ、この野郎。すいません、なんか暴れくせえな、もや。すいません。全然大丈夫です、大丈夫です。やろう。何言うんだ、この。すいません、すいません。くせえな、お前は。すいません。すいません。全然大丈夫です、大丈夫です。下着泥棒になったよ。下着泥棒？うん。この1週間で6件あったらしいよ。やだな。俺あそこの女子寮があるんだろ、うん、あそこで1件と、あと1丁目のマンションでもあったんだってよ。下着泥棒。まだ捕まってねってよ。いやーねー。やだな。でもさ、いつも思うんだけどさ、うん、なんで下着泥棒ってそんなことするんだろうね。なんか知らねえけど俺よ。男の人ってさ、うん、そんなに女の人の下着が好きなの？いや、誰か相手が分かんねえパンツなんて嫌だもんな。ババアだったらどうするんだってことよな。じゃあ若い子だったら嬉しいの？いやいや、そうじゃねえけどさ、俺はそういうの興味ないからさ。だけどさ、大将よくユリのパンツ覗こうとしてんじゃん。なことしないよ。何言ってんの？そうなの？してないよ。さっきもね、覗こうとして。見てない。してないよ。見た。してないよ。何言ってんだよ、お前。まさか、あなたが犯人じゃないでしょうね。違うよ、俺は。そんなことしないよ、お前。だから警察が言うには なんかあの特徴として小太りで背が低くてずんぐりむっくりで中年男だってよ。でもそんな人いっぱいいるでしょ。まあなあ。ちょっと待って。小太りで背が低くてずんぐりむっくりの中年男って、うん、だってよ。もしかして龍平ちゃんじゃない？まさそれ、いや、まさか龍平さんはね、そんなことしないないと思う。ないと思うよ、お前な。こんにちは。俺の顔なんかついてる？どうしたらいいんだ？言うへん、言うへん。なんすか？ちょっと座れ、座れ。はい。なんすか？まさかと思うんだけど、ちょっとお前に聞きたいことなんだけど。ええ。お前、下着泥棒なんてやってねえよな。下着泥棒なんて。やってないよな。やってるはずないじゃないですか。バカなこと言わないでくださいよ。そりゃそうだよな、そりゃそうだよな。ちょっと悪かったな。だからもういきなりそんなことやったわ。龍平さん、本当に？僕はあの、本当に女の勘なんだけど、本当にやってない？すいませんでした。お前やってんの？お前すいません。下着泥棒やってんの？お前すいませんでした。え、いつからやってんだ？お前初めてなんですよ。初めて？はい。超変態もバカね。お前その下着どうしてんだ？あ、履きました。何やってんの？なんでそんなことしたのよ。お前警察行こう、警察。え、
な、平田さん行こう。いやちょっと待ってください。お前が正直言うんだったら俺が間入ってな、あの大げさにならないで言ってるから。いやそんなやめてくださいよ。前科がつくじゃないですか。お願いしますよ。お前だって泥棒したんだろ。いやそうですけど。すごいだろ。わかりました、もう返しますから。いや返せばいいってことじゃないんだよ。今すぐ返します。今すぐ、今すぐ返します。入ってんのかお前。はい。いやしょうがなかったんですよ。あのね、今朝起きたらちょっと下痢気味でしてね、で漏らしちゃって、漏らした。で申し訳ないとは思ったんですけど、ちょっと庭見たらあの大将のパンツが干しちゃったので、ちょっとそれをお借りしましてですね。俺のパンツ？返しますから。今すぐ返しますよ。俺のパンツの全部。今すぐ返します。妻なんで、そんな怪しくない。関係ありません、関係ありません。すぐですからね。はい、ピンポンってなっちゃうで今ね。はい。兄弟でしょ。はい、決めました。はい。ちょっと、ちょっと。なってますんでね。すぐですからね、すみませんね。はい、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 すいません、すいません。触りすぎじゃないですか。人ですから。人、人はありません。はい、どうぞ、どうぞ。はい、はい。いってらっしゃいませ。大丈夫だよ。持ってないです。持ってませんか。何ですか。ちょっと待ってください。はいはい、ちょっと拝見しますね。失礼します。なんか金属入ってますか。これ入ってないです。入ってないですか。はい、じゃあ匂いかなこれ。あ、鳴ってますね。ちょっと拝見します。隠しててみませんね。はい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 。金属のことですか。金属のことがないです。ないですか。ちょっとここで拝見しますね。はいはいはい。ああ、なっちゃってる、なっちゃってる、なっちゃってる。あれ、ああ、ああ、ちょっとすみません、拝見しますよ。はい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 。ちょっと拝見しますね。ああ、別に異常ないけど、もう一回しますね。すみません。はいはいはい。ああ、ちょっとあの上げてください。上を脱いでください。ええ、そうですから、すみません、なっちゃってもこれ、なっちゃってもこれ、ね、聞こえないようにね。はい、反応しちゃってください。はい、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 あ、なっちゃってんな。すみません、下が脱いでください。規則ですから、これ。なっちゃってんよ、ほら。ほら。下もお願いしますね。はい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 。ああ、ああ、なるほど。はい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 は